一番注意したい人誰？たかし。じゃあたかしが注意されて一番喜ぶ相手は誰？レミ。今ちゃんと分かったんだ。ママ今意味分かんなかった。前にすごい。分かんないの？え、でも分かんない。すごい。ちょっとママ今意味分かんなかった。レミすごいね。素晴らしいね。素晴らしい。頭いいね。さすが。素晴らしい。さすがだね。じゃあ彼との中を。ママ今意味分かんなかったの。彼って言わないでって。タカシだってどっちですじゃん。彼とタカシは別れてるよ。まあタカシと中ですね。でもタカシがチューしてくれるかどうかわからないよ。レミのことを好きならチューしてくれるけど、勇気あるかな、そこまで。タカシ、レミのこと好きなんじゃない？お前、まさに女の子だよな。うん、ちょっとその髪がね、ちょっと悔やまれるけど、髪を切ってしまった方が悔やまれるけど、素晴らしいわ。女の子らしく接するんだよ。うわっ、ネミ、女の子らしく接するんだよ、正しいに。あ、そういうことしたら嫌われるよ。見ろ、女の子がそういうの飲むとき、あー、ネミ、やめて、汚い、それ。こうやって飲むんだよ。やだ、エタルで飲んでる。まあ、よくわからないけどね、上品に飲まなきゃいけないんだよ。上品に飲んで上品に食べるんだよ。わかるね。わかったよ。うん、じゃあ3月7日高橋と中ということで、ね、まあ念願叶うかどうかわからないけど、よかったね、レミね。楽しみですね。うん、まあそういうことだ。高橋、レミの好きなんだよ。Ha ha ha ha!